Wolf Croné. Wedged between the Kingdom of France and the Holy Roman Empire, this small European kingdom on the west bank of the Rhine traces its roots to its guardian beast, the wolf. Legend states that long ago, a mythic hero known as the Wolf wielded a holy spear and sword in defense of the land's people and established for them a nation, which now boasts a robust warrior tradition with soldiers widely renowned for their skill. Over their long and proud history, the people of Wolf Croné were at one point absorbed by another nation and split into multiple disparate houses, but nevertheless, their bloodline endured. By the end of the 14th century, Lord Philibert IV of Croné rose up with brilliant political savvy and formidable military might to reestablish an independent monarchy over which he ruled as king. Generations passed, and the year is now 1582. King George of Wolf Croné is hailed as the greatest monarch since Philibert. His elite retinue, known as the Silver Wolves, have made a name for themselves, fighting on countless battlefields. With a sword in one hand and a spear flying their banner in the other, the soldiers of Wolf Croné have spent centuries honing a unique fighting technique that honors their legendary founder, the Wolf. And now, a noble young wolf grips sword and spear with pride and honor, eyes burning bright with a determination to lead the people of Wolf Croné into a new age. そこまで。 ヒールだよ。 日払いの一撃、見事だった。守り上手のビルヘルム相手だ。 誇って良いことだぞ。ことわざの巧みさに関して述べるならば、銀狼隊の隊員に並ぶかもしれるな。これも父上が多忙な合間に手ほどきをしてくださったおかげです。あ、でもビルヘルムが手加減してくれたのかもしれません。ね、ビルヘルム。 そんなことないさ。ヒルダが強いんだよ。よかった。それなら私の勝利ですね。しかしながら、父上の表情を見るにまだ課題がありそうですね。技の巧みさに関してということは、やはり体力面でしょうか。どうでしょう。私が見事銀狼隊に見合う体力を身につけた暁には、 少しだけ父上の剣と槍を扱わせていただけませんか。かねてより。<笑>今更隠れても遅かろうな、ガリブラント。ご機嫌麗しゅうございます、陛下。姫様、 グレンツェンノバとフリッシュヒンメルは王家の象徴。いずれ王位を継がれる日が来れば、いやでも持つことになりましょう。うん、ジーヤに言われずとも分かっています。でもずっとずっと先のことでしょう。そうですぞ。ですから、 目の前のことから一歩ずつやりませんとな。まずは王宮へ戻り、慰霊祭の儀礼を覚えていただかなくては。それは確かにその通りです。母上と兄上をがっかりさせたくはありませんから。<笑>言うあるものは己のことを最後に考える。 良い心がけだ。ヒルダ、体力をつける良い方法はまた今度教えてくれ。
父上、ヨハン先生、私は失礼いたします。一体誰に似たものか。すまんな、デューラー。いや、ヨハン・デューラー卿。昔と同じくデューラーで構いませんよ。しかし姫君は一段と腕を上げられましたな。さすがはギョルク王のご息女だ。娘との接し方がわからなくてな。稽古は戯れのつもりだったのだが、デューラーが戦いの基礎を教えたのが良かったのだろうな。さて、ビルヘルム、恩師の前でいつまで寝ているつもりだ。はい、銀狼隊の長になるべき者が戦いの最中に迷いを見せるとは何事だ。我が弟の忘れ形見とて特別扱いはしない、そう約束したな。まあゲオルク王、姫君相手では戦いづらいのも無理からぬことです。ビルヘルム様、上昇への知識9章は覚えておいてかな。ええ、一字一句全部。相変わらずの勤勉さですが、我が息子たちにも見習わせたいものだ。では久々に実戦での稽古と参りましょうか。事情、相分かった。我が名にかけてボルフクローネはキコーラの助けになることを誓おう。領主エッカルト、そしてラウホブルクの民に代わり深く感謝申し上げます。陛下とボルフクローネの名声はますます響き渡ることになるでしょう。デューラー、堅苦しいのはここまでとしようではないか。共に戦場を駆け巡り、我が娘の死でもある男の頼みを誰が断ろう。それにエッカルト殿はバーデン辺境伯とも懇意にされていると聞く。ここで築いた友情が後々ローマ帝国との交渉に役立つこともあろう。はっ、その際にはラウホブルク騎士団長として必ずや口添えいたしましょう。ガリブラント、こたびも私が前線で指揮を取るゆえ留守を頼む。ビルヘルムもこの戦いではクローネ家としての務めを果たしてもらうぞ。御意にございます。御意のままに。して陛下、来月には慰霊祭も行われまする。戦いが長引いた場合、彩色は姫様お一人に。大丈夫です、ジーヤ。父上の名誉の勝利と無事の帰還こそ何よりの慰め。亡き母上と兄上もきっとそう思われているはずですから。案ずるな。敵将が戦知らずでもない限り、一月で和平まで済んだろう。銀狼隊を率いて早々に片をつける。父上とビルヘルムがラウホブルクに向かってもう一月。ただ無事を祈ることしかできないこの身がもどかしい。あれは夜空が明るい。光の柱、あれは一体。美しいけれど、なぜ
るだろう。あまりにまがまがしい。我らが始祖たる狼よ、どうか父上たちにご加護を。The pillar of light Hildegard von Krone witnessed that night pierced the heavens. It would later become known as the Evil Seed, an event that altered the destiny of the Wolfkrone kingdom forever. Malevolent beams of light rained down across the world, spreading misfortune and despair. One even found its way to the border of Wolfkrone. The light landed on the very spot that King George and his army were passing through.On their way home from war. ですらなすすべもなく。違う、銀狼隊はゲオルク様に刃を向けることなどできないんだ。国を率いる最強の精兵が王自らの手で殺戮される。こんなバカな話があるか。ヴィルヘルム様、このことを一刻も早く城へ。ここは我らが時間を。おい上だ。いると思うが殺すなよ。 あなたたちは大丈夫か。俺はカーティス、君の味方だ。あっちの不愛想な奴は。無駄口を叩く暇はない。打開策を考えろ。後先考えずに助けに入って、解決策はまた俺任せか。だがグローが止めきれないとなると。そうだな、君目を見せてくれ。うん、今の状況でよく落ち着いている。これはイビル、狂戦士を眠らせる薬を塗った刃だ。俺たちが隙をつく。これでゲオルク王を刺してくれ。俺は陛下カーティス。待たせて悪かった。今援護する。俺にできるのか。父も等しい人を。
これで基本的な説明は終わりだ。理解できたか？イビル、邪剣ソウルエッジの正気に侵され変容した人ならざる者たち。古来よりアバル機関は様々な協力者を得てイビルに対抗してきました。そしてボルフ・クローネの一族も我々の協力者だったのです。はい、歴代の王と側近の一部の者だけに秘されてきたことですが、我ら狼の血族は始祖の頃よりソウルエッジと戦う定めを背負ってきました。ヒルダ様とヴィルヘルム様にも全てを知っていただく時が来たようです。ご存知の通り、先日のイビルスパーン以来、イビルとなり果てた者による事件が次々と起きております。しかしそれすらも嵐の前触れに過ぎませぬ。そして来たるべき嵐の中心には必ず邪剣ソウルエッジの宿主がいる。我々は現在の宿主青騎士を追ってここまで来た。青騎士の邪悪な刃を受けた者は生き延びたとしてもイビルとなります。奴を放っておけば災いは果てしなく広がってゆくでしょう。父上も青騎士の刃を受けてイビルになったと？いかに青騎士が強くともゲオルク王ほどの方が遅れを取るとは考えがたい。おそらくゲオルク王はイビルスパーム自体を浴びてしまわれたのでしょう。今はアバル機関に伝わる薬で眠っていますが、いずれは。はっきり言え。ゲオルク王は異分子になった。戻す方法は誰も知らん。殺すか永久に眠らせておく以外の選択肢はない。グロー、無遠慮な言葉申し訳ありません。ですが本来我々はイビルを見逃すわけにはいかないんです。しかしゲオルク王は一国の主であり、機関にとって欠かせぬ協力者の一人。上層部としても彼をどうするかはボルフ・クローネを担う者に任せたいと。あの時ゲオルク王は殺戮を楽しんでいた。俺たちが知る誇り高い陛下はもう。その話はヴィルヘルム、すでに聞きました。混迷の時期に入るこの国が今ゲオルク王という支柱を失えばどうなるか、まずは国が安定するまで様子を見させていただく方が。それでよいならばアバル機関は協力を惜しみません。それではダメだ。この決断は重大だが正解はない。国王を代理する者が自らの信念に従って判断するべきだ。それはいかにも。しかし大丈夫です、ガリブラント。これは王女たる私の務め。アバル機関特使カーティス殿、そしてグロー殿、国に強さを、民に富をもたらした聡明なる王の代理として、そして私に家族の愛すべてを教えてくれた優しき父の娘として、ボルフ・クローネ国王ゲオルクの除名を慎んで願い上げる。年若い私が国を治めることを不安に思う民も初めはいるでしょう。私が王としてふさわしいと皆に認められるまで時間をいただきたい。
覚悟が本物ならいい。だが心の中に刻限は定めておくことだ。その時が来たら我々に任せておけ。グロー殿、そしてアバル機関に最大の感謝を。そして我が名ヒルデガルド・フォン・クローネのもとに、我らボルフ・クローネはキコーラと共にイビルと戦うことを誓う。5 years have passed since the baleful light wrought its calamity upon the kingdom. Years of war have forged Hilda into a strong and capable ruler. No longer a helpless princess, she has become a virtuous warrior and skilled general. The year is 1586, and the Azure Knight, evil lord of the Malfested, has been defeated by an unknown hero. Wolf Krone savors a fleeting moment of peace. But even with their leader's fall, the Azure Knight's vile servants remain. The surviving Malfested are still a clear threat, slowly eating away at the kingdom's strength. いくど見ても見慣れることはない光景だ。見慣れては許してはならぬ。決して誇りなき略奪は戦の常なれど、核もためらいなき殺戮はそうあるまい。ヒルダ様、よく来てくださいました。あの理性なき悪鬼どもが私の息子たちを、皆奴らの手でむごい目に。おお、必ず必ずや奴らを裁いてくださいませ。案ずるな、貴公の無念受け取った。イビルどもは我がクローネ家の名誉にかけて駆逐してみせよう。理性なき悪鬼か。だが近頃イビル残党の毛色が変わったように思う。群れなしているのだ。青騎士の他に奴らを率いる者が現れたとでも。殿下、各隊進撃の準備は整いましてございます。うん。誇り高きボルフ・クローネの戦士たちよ、王女ヒルデガルドが声を聞け。私は親衛隊と共に先行し森を中央突破する。旧兵は号令と共に矢の雨を降らし、待ち伏せる者どもをあぶり出せ。騎兵隊両翼は森の側面に回り逃げ場を潰せ。残る中央部隊は合図があるまで牙を研ぎ待機せよ。では総員進撃開始。誇りなき悪鬼に慈悲はいらぬ。各隊奮闘に期待する。
山田村の王様、リビルを真似た野郎ではなくて安心したぞ。ここまでに火薬の匂いなし、騎兵隊は人間相手より活躍できそうだな。光を使って、前進命令を出せ。包囲殲滅する。ヒルデガルド様、無事のご帰還何よりでございます。ガリブラント、いつも出迎えご苦労。書簡に記した地域の民への援助はどうなっている？は、受け入れ先の確保と食料支援を進めております。しかしながら度重なる戦いで国々は疲弊しております。軍を維持するためには他国からの援助や新たな資金源が必要かと。心得ている。だがこの国を狙う者はもはやイビルだけではない。盛況な自国軍の存在は傭兵による収入と他国への牽制、両面で欠かすことはできぬ。重々承知しております。軍備の費用増大は以前からの課題ですから。して、やはり銃の輸入が費用のかさむ要因でしょうか。それに我が国の主力部隊であるはずの銀狼隊があの調子では。ほう、親衛隊長殿は俺たちに不満があるようだ。ビルヘルム教官、聞いていたならばちょうどよい。銀狼隊の長として何か述べることはあるか？特にない。強いてあげるならそうだな、村一つのために戦を起こすのはやめろぐらいか。ビルヘルム貴様、己の務めも果たさずに何をしていた？最前線で危険に身をさらすのが王族の務めだとでも？あまり他国を刺激してこの国へ攻め入る口実を与えないでほしいものだ。ヒルダ様を侮辱するか。貴公が銀狼隊を動かせば殿下の身はもっと安全になるだろう。我々は国王の直属部隊であって国王代理の直属ではない。もしヒルデガルド殿下が王権の象徴たる槍と剣を持つならば命令には従う。またそのへりくつを。我が国随一の槍の使い手ともあろう者が臆病風に吹かれたか。よせゲルヒルデ。ビルヘルム卿、貴公の警告は大変ありがたいが、領民あっての国であり王族だ。国王を代理する者として彼らをないがしろにすることはできぬ。代理する者として、本当に領民を思うならば、なすべきは戦うことばかりではない。わずかな犠牲のために大局を見誤るのは王の器とは言えん。俺はこの国が嫌いだからな。別にそれでも構わないが。父上、お体はいかがですか？なんとか今回も生きて戻ることができました。よかった、母上のことはまだ覚えていらっしゃるのですね。今日の晩食は
私がお持ちしました。ブルストに母上もお好きだったクーゲルホフも少し。今日もビルヘルムに怒られてしまいました。グレンツェン・ノバとフィリッシュ・ヒンメルを手にせよと、王になれと。けれど父上が生きている限りあれを持ちたいとは思いません。私はあんなに手にしたいと、手にさせてくれとねだっていたのに。申し訳ありません。国を束ねる者が弱音を吐くなど、また伺います。陛下、こたびは謁見の機会をいただき誠に感謝いたします。陛下はおやめください。私は国王代理のみ。そのようにかしこまられては話しづらい。まずは久々の再会を喜ぼうではありませんか、ヨハン先生。お互い随分変わりましたな。ヒルダ様は立派になられた。私はボルフ・クローネ王国は私にとって思い出深い場所です。今日参ったのは他でもない、ゲオルク王とこの国への恩返しのため。私が鍛え上げた魔剣狩り部隊と共にイビルと戦わせていただけますまいか。外でご覧になられた通り、熟練の軍隊にも引きを取らぬ精鋭揃いです。おお、あの見慣れぬ姿をした猛者たちが魔剣狩り部隊でしたか。いやはや、その鎧の大きな傷といい、一体この数年で何があったのです。ガリブラント殿、話せば長くなるがお聞かせしなければなるまい。In a slow voice that rings solemn with truthJohan begins to tell his story. Roughly 5 years ago, from the day the evil seed fell on Wolf Krone, Rauschberg also felt the scourge of the Malfested. Captain Johan and his knights journeyed far and wide, eventually discovering a sliver of hope. The leader of the Malfested was known as the Azure Knight. If all the knights of Rauschberg fell upon him when he was alone,Thus did the knights throw away their honor and pride for a desperate fight to save their kingdom, and thus did they fail. With the exception of Johan, every last knight of Rauschberg died that day. The honor he had earned, the companions he had made, all of them gone. Among them were Johan's two sons, still mere youths.ラウホブルクはひどいありさまだったと聞きます。旅人が訪れた時に残されていたのはムクロと灰だけだったと。それから私は復讐のために魔剣狩り部隊を組織したのです。ソウルエッジを、かの悪夢を倒すための強い戦士を育てるために。息子たちを失ったあの日、私はかつての弱い自分と決別した。この鎧の大きな傷はあの戦いを忘れぬために残しているのです。ヨハン殿、
さぞ苦しまれてきたのでしょう。ヒルダ様。ええ、ヨハン先生、我らも同じ苦しみを知るものです。おお、それでは。待ってくださいよ、ご一同。この国も平坦に余裕があるわけではない。使えるかもわからん奴らに無駄飯を食わせるわけにはいかないのです。ほう、つまり。ヨハン先生、銀狼隊との模擬戦をお引き受けいただき感謝する。礼には及びませぬよ。常備軍の維持が大変なのは重々承知しておりますからな。戦好きのヒルデガルド殿下も先生と剣を交えてみては。ビルヘルム卿、気候らしくもない提案だな。だが私も魔剣狩り部隊には興味がある。その提案乗らせてもらおう。詰めておきながら引くとはどうされた。岩場のアイロへと誘導する気配を感じました。今深追いすればこの長い槍は封じられていたはずです。昔の姫君ならば父も構わず私を倒しに来ていたでしょうが、戦場をよく見ることの大切さをよく学ばれたと見える。しかし最大の好機であったのも事実。我らの流派は忍耐を信条とする。しかしその実、重要なのは七へ飛び込み好機をつかむ覚悟だ。だからこそ昔のヒルデガルド殿下に俺は勝てなかった。そうだ、ビルヘルム卿はよく私のことを見てくれているな。それで銀狼隊と魔剣狩り部隊の模擬戦の結果はどうなった。さすがはヨハン先生の弟子たちだと認めざるを得ないな。個々の連動は
銀狼隊以上だ。俺ほどではないが。仙来卿、ヴィルヘルム殿と比べられては誰もが肩なしですが、だが我らを認めていただけたならばお伝えすべきことがある。それは一度は姿を消したかの青騎士のことです。調査によれば、奴は再びオストラインスブルクに現れた模様。もし青騎士が力を取り戻し、イビルが再び集結すれば、ライン川を挟み対岸に位置する我が国も無事ではいられないでしょう。しかし今はまだ奴の力は十分ではなく、手勢もわずかとのこと。オストラインスブルクを叩くならば好機は今しかありますまい。少し考える時間が必要です。詳しい情報を教えていただけますか。に住むものなどこの世にはないのでしょう。ヨハン先生も父上も言ってもせんないことばかりでしたね。ですが私の心は決まりました。生きていればまた伺います。やはりここにいたのか。分かりやすいやつだ。哀れなものだ。実の娘さえ認識できず、過去の亡霊に囚われている。そしてそれはお前も同じだろう、ヒルダ。そうかもしれないな。もうすぐ深い夜が来る。青騎士という名の暗く淀んだ夜が。この国に夜明けを導くには正当な王が立つのが一番の近道だ。自らの意志で国の象徴たる槍と剣を握れ。お前にはその資格がある。グレンツェン・ノバとフリッシュ・ヒンメルは王の証だ。父上が存命である以上私に持つ資格などない。判断すべき時が近づいているんだ。かつてグローソンと交わした約束、お前も覚えているだろう。それに王が戴冠式で手にする他にも例外がある。王国の危機において、あの武器は国を守る第一の戦士の手に握られてきた。今が危機でないとしたら、いつ危機になるというのだ。それならばヴィルヘルム、貴公こそ五国の戦士にふさわしいだろう。銀狼の聖兵を率いる仙来卿の名は他国にも届いているぞ。バカなことを。俺は知っている。お前がかつてどんな願いをあの槍と剣に抱いていたのかを。だから俺は、オストラインスブルクを攻めることには俺は賛成しかねる。国境に位置するバーデン辺境白家の不安定な状況、フランスの拡大戦略、帝国執行令への抵触、国家規模の問題だらけだ。誰かが王となり、これらの問題を解決しない限り
国に未来はない。ヒルダ、お前にその覚悟がないならば、王権など放棄した方が民のためだ。オストラインスブルク攻めについては私にも考えがある。だが私にもしものことがあれば、その時は次の王位継承権を持つ機構がこの国を導いてほしい。この鍵と印象を機構に託す。俺はやはりこの国が嫌いだ。お前が覚悟を決めず、このまま国王代理を務めるというなら、俺がお前の代わりに最後の一歩を踏み出してやろう。殿下、こたびの采配の理由、私にもお聞かせ願いますか。まさかほとんどの兵力を国に残すとは。この戦いで確かめねばならないことがある。今はそれしか言えぬ。親衛隊の皆には迷惑をかけるな。私たちはヒルデガルド殿下の忠実なる盾、気遣いは無用です。しかし、これほど少ない人数での行軍は私も初めてです。ヨハン殿とマケンガニがいかに腕利きといえど危険ではありませんか。今回はその方が都合が良いのだ。ヴィルヘルム卿の言う通り、他国を刺激しないようにということでしょうか。それもあるな。かしこまりました。我らも覚悟を決め、お供いたします。もうすぐラインの河岸か。ここまでは順調だな。魔剣狩り部隊のおかげで、アクロでの敵襲に対抗可能なのも大きいですね。従者が必要な騎士と違い、身軽な我らは小回りは効きますからな。あとはライン側に橋頭保を確保すれば。おや、姫様、お伝えした事務所がございます。ガリブラント、皆の者、足を止めよ。Garabrand had traveled by swift horse to deliver grim tidings from the capital. Wilhelm had seized Glanzina Nova and Frischer Himmel, the symbols of Wulfkrone's throne. Worse, he and the Silver Wolves had fled the castle armed for battle, and none knew their destination. Garabrand lowered his voice as he delivered the final piece of news. King George had disappeared from his dungeon.思えば以前からヴィルヘルム卿には不審な様子がありました。我らに敵意を持っている可能性も含め、警戒した方が良いのでは。そんなはずはあるまい。だが、しかしゲオルク王の牢には血痕が残っておった。一体何が起こっておるのだ。お前が覚悟を決めず、このまま国王代理を務めるというなら、俺がお前の代わりに最後の一歩を踏み出してやろう。事態を甘く考えるわけにはいかないが、今はまだ様子を見たい。ガリブラントは至急城へと戻り、引き続き状況を確認してほしい。御意にございます。さらば姫様、ご分を。いずれにせよ、この場所にとどまるのは危険でしょう。見張りを残し、安全な場所で作戦を練ってはいかがかな。ではここから北の砦へ向かうとしよう。森を突っ切ることになるが、
最も早くたどり着けるはずだ。承知しました。しかしこれ以上兵力を削ぐのは不安ですね。案ずるな。残した部隊もすぐに合流できるよう目印を残しながら進む。賢明なご判断です。では先を急ぎましょうか。日が落ちて夜が我々を包まぬうちに。フィルダ様、目印はつけ終わりましたかな？ええ、お待たせしました。砦までまだしばらくあります。先を急がなければ。それが良いでしょう。夜はイビルの領域ですからな。砦に着く頃です。ん？ヨハン殿たちはどうされた？この間我が忠実なる魔剣狩りたちよ。ヨハン殿、お急ぎください。それとも何か問題が？何も問題はありませんよ。この進軍はここで終わりですからな。それは一体どういう？ゲルヒルデ、下がれ！いずれ王になるはずだったあなたに一つお教えしましょう。群れの中にいる者にこそ苛烈であれ。誰かを信じ頼る心があればそこが攻め入る隙になりますぞ。ヨハン先生、負傷の弟子にもう一つご教示いただこう。その鎧の傷についてだ。この傷は過去と決別した日を忘れぬためのもの。青騎士に敗れ愛する息子と部下を失い、そしてした素晴らしき日の証なのですよ。不思議に思っていました。イビル残党の組織だった動き、その打ち手にどこか見覚えがあったこと。我が教え子としては姫君の方が優秀だった。なかなか隙を見せてくれないので困ったよ。だからこそこうして私自身が出向かざるを得なかったわけだ。だが時は来た。魔剣狩り部隊を存分に魂を食らうがよい。来るぞ。公園にて守りを固めよ。私は遊撃に当たる。ゲルヒルデ、オルトリンデ、ロスバイセは私に続き援護せよ。はい、
だ。人と出会った頃もさぞ名のある戦士だったろうに。いつまで持ちこたえられるか。残念ながら援軍が来ることはない。姫君が丁寧に残した目印は我らが消しているからな。ここで姫君を殺し、我らが王たる青騎士を迎え入れ、ボルフクローネを血と闇の王国としてくれよ。なる上は命に変えても天下の退路を作るのみ。いや、ゲルヒルデ、その必要はない。そうだろう、ビルヘルム。殿下の戦好きにも困ったものだ。いつも追いつくのに手間取らせてくれる。なぜ人狼隊どもがここへ。目印は確かに消したはずだ。なぜかこの森にはいろいろな場所に目印が刻まれていたようでな。頭の回る誰かが目印を消したとき、かえって不自然になる。そういうことだ。なるほど。最初から我々を疑った上で誘い込んだというわけか。銀狼隊突撃せよ。イビルどもを駆逐せろ。ビルヘルム、貴公ならばたどり着くと信じていたぞ。近頃イビルどもが妙に策を弄することに気づいてはいた。裏で手を引く者がいるだろうとは踏んでいたが、ゲオルク王が誰かに連れ出されたことで疑念は確信に変わった。だが自分をおとりにして正体を暴くなど、あまり無茶をしてくれるなよ。その私に基地へ飛び込む覚悟がないと指摘したのは誰だ。俺の負けだ。よろしい。では反転攻勢と行こうか。はあ！信頼希望、そして機能体、これほどとはな。邪剣の使徒ヨハン・デューラーよ。もはや体制は決した。誇りがあるならば私と決闘するがよい。やむを得ん。本来ならば連れ帰って手駒としたかったのだが、彼に浮いていただくとしよう。残念だが決闘はまたの機会としようか。おのれ、逃がすものか。待て、上から来るぞ。ヒルダ様、させるか。ゲルヒルデ、
防ぐだけで精一杯か。武器を持つ腕もそろそろ限界が来る。このままではヴィルヘルム、皆の様子はどうだ。厳しいな。戦いの者は退避させたが、残った者とて身を守るのが精一杯だろう。イビル化した者を相手に持久力勝負を挑むのは愚かだ。だがイビルであるからこそ打開策がある。止めてみせる、あの日と同じように。諦められなかった私はもっと愚か者だ。俺はボルフクローネという国が嫌いだった。お前に全ての重荷を背負わせ、人として顧みるこの国の在り方が。だがお前はそれでもこの国と民のために戦い続けている。俺にとってこの国を治めるべき存在はお前以外にいない。受け取れ、この武器はお前にこそふさわしい。自分が扱えるものなのか。だが不思議なほど手に馴染む。たとえ父であろうとも、我が国の民を傷つける者は私の敵だ。国王代理、ヒルデガルド・フォン・クローネの名にかけて、ゲオルク・フォン・クローネ、貴公を打ち倒す。倒れろ。
を示す。ロイロロソウガセロウガ食い荒らせ。その敗北光栄に思うがいい。それが国王代理たる私の役目。勇ある者は己のことは最後に考えるか。ヒルダ、無理をするな。王としての責務より自分の感情を優先させていい時があるんだ。ビルヘルム、私は強くあらねば。お前が国王代理となったあの日から、俺たちは何もしてやれなかった。全てをお前が背負ってきたんだ。せめてこの罪ぐらいは俺に背負わせてくれ。ビルヘルムか、迷惑をかける。頼むぞヒルデガルト、愛しい娘を。御意のままに。ゲルヒルデ、もう傷は良いのか。ヒルダ様をかばった傷など傷のうちに入りませんよ。むしろ名誉の勲章です。そんなことより、ああ、なんと堂々たる姿でしょう。銀狼をあしらった優美な鎧と殿下の赤髪が互いを引き立て合い、高貴な佇まいの中に勇壮と情熱の色彩を添える。もういいだろう、ゲルヒルデ。ドレスというわけでもあるまいに。もちろん、ヒルダ様は何を着てもお似合いですよ。ドレスでしたら、スズラン色の…はぁ、好きにせよ。国王直属の聖兵、銀狼隊。私が率いることになるとはな。どうあってもこの国を離れるというのだな。ああ、俺の左腕は当分動かないだろう。
銀狼隊を率いる者が戦場で使い物にならぬなどありえぬ話だろう。それに国の外で王国に貢献できる方法はいくらでもある。幸い当てはあるのでな。いろいろと試してみるさ。そうか、貴公がそういうのなら止めはすまい。そうしておけ。お前が国王代理を続けるならこれ以上の事前策はない。改めて感謝する。我が父ゲオルクを生かしておいてくれてありがとう。気にするな。昔から陛下の命令に一度背いてみたかったのでな。イビルから正気に戻ったものはないという前提が崩れた。ならば回復する可能性もあると考えるのが妥当だろう。夜はいつか明け、太陽は昇る。お前さえ諦めないならば民はそれを信じるさ。俺もな。ではさらばだ。殿下。殿下、今ヴィルヘルム卿のことを考えていらっしゃいましたね。何を言う。近頃よくやっておられるようですね。ローマ帝国との折衝、兵端の担保に軍備開発の協力者探し、アバロ機関を訪れてイビルを治す方法も探しているとか。ああ、ヴィルヘルムには感謝の言葉もないな。何のヒルダ様の言い名付けなのですから当然ですな。むしろもっと昔から頑張っていただきたかったものです。ガリブラント、お前まで何を。それはそれとしてだ。準備はもう整ったのか。はあ、家臣団に軍団長一同揃いましてございます。多くの民もヒルダ様に一目お会いしようと集まっておりますぞ。大義だった。では皆のもとに向かうとしようか。新たな政策、今後の体制に軍備の指針、語るべきことは多いのでな。まもなく我らの国に再び青騎士という夜が訪れる。だがいかなる精神バンクも恐れはしまい。私を信じてくれる民がいる。ならば私は朝へ続く道を切り開くのみ。The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.